ともくんチャンネルです。はい、今回もね、このミニデコの、懲役二郎ですねを制作中なんですが、まあ、制作っていうでもね、ちょっと、まあメッキのとこもう少しねシール貼ったりとか、シャーシとか内装で、キャビンとかっていうのを、まあマーカーランプの方もね、ちょっと色分けをしてみました。はい、で、ちょっとね皆さんもちょっと気になってると思います。僕もね、キャンディーイエローと思ってましたが、ね、ボーンペイントさんの、フィニッシュクリアイエローを使ってみました。で、それでキャンディー塗装みたいにね、下地が黒色で、まあ中間の色がまあシルバーを僕は拭いたんですけど、まあそのねキャンディー塗装っていうでも中間の色がシルバーに拭く人もいますし、ゴールドで拭く人もいますしね、まあそれはどっちでもいいんですけど、僕はシルバーで拭いて、でその上に、フィニッシュクリアイエローを拭いたんです。はい、それがまあ僕ちょっとね綺麗な色っていうのは綺麗な色なんですけど、シルバーの上にクリアイエローを拭いたらゴールドっぽいようになりました。はい、こんな感じです。これね、まあこれを先に拭いてからまあいいやと思って、キャビンとかにも拭いたんですが、はい、こんな感じの色ですね。まあキャンディーイエローに見えるって言ったら見えますけど、はい、明るいゴールドにも見えるって言ったら見えます。はい、こんな感じの、はい、光の加減でもね、ちょっとこんな感じになりますが、で上はね、ここから上はキャンディー塗装にしました。黒拭いてシルバー拭いて、クリアイエローを拭いたんですけど、そのままの白色の上にねこのクリアイエローを拭いたら、はい、まあ、こっから下なんですけど、こんな感じです。はい、白の上に拭いたら普通のね、まあちょっと薄いかなっていう黄色になってます。はい、まあこんな感じでね、黄色、キャンディーイエローにも見えるし、普通のね明るい系のゴールドにも見えるしっていう感じの色になりました。はい、それをこんな感じでねキャビンに拭きました。じゃあまあ色変えたんです。僕はね色変えたんですけど、まあ箱のね色に近いような感じになりました。はい、こっちもね、まあゴール箱のキャビンの色もゴールドっぽい色になってるんで、はい、見た目はねゴールドに見えます。はい、こんな感じの色になります。まあね、キャンディーイエローにも見えるし、薄いね、明るい目のゴールドにも見えるしっていう感じです。はい、
これをね、キャビンとキャビンの後ろにつけるとこですね、はい、に拭いてでやってみました。で、ちょっとね、昨日ガチャガチャで手に入れた、まあ、これマスキングではしてるんですけど、これね、ワンビアですね。はい、ガチャガチャでちょっと手に入れた、シルビアとワンエイティをね、合体したワンビアっていうやつですね。はい。それに、またね、ゴールドを、これは普通のゴールドなんですけど、下だけ、はい、下だけをゴールド拭いて、で、上、今マスキングしてますが、ちょっとね、ツートンにしてみたいかなと思います。はい。まあ、昔あったね、S13 の、まあ、グリーンなんか、ちょっと、ね、薄い青色なんか、ね、まあ、そんな感じの色に、してみたいかなと思います。それのツートンにしてみたいかなと思います。はい。まあ、これは、ちょっとね、色を拭く、まあ、全部ね、この色を拭くときに、まあ、これも拭いたれと思って拭きました。はい。で、これ、マーカーランプとかね、マーカーランプとかは、これ、クリアピンクですね。クリアピンクを拭きました。はい。これね、オレンジっていうか、はい、まあそんな感じの色をやったんですけど、クリアピンクとかにしました。はい。こっちもね、枠はオレンジなんですよ。けどマーカーランプのとこはね、クリアピンクを拭いてピンク系になってます。はい。こっちはね、元が青色やったんですけど、クリアピンク拭いたら紫みたいな感じになりました。はい。で、内装、これ、今のところ内装ですね。これが、ブラックですね。ウエストブラックに、ゴールドパールリキッドを混ぜて、拭いたらこんな感じの色になりました。はい。まあでもね、内装は僕、花柄の布みたいなやつを切って加工して、まあつけたりとかでしますんで、まあ一応こんな感じで、拭いてます。はい。で、シャーシがこれね、前回シルバーやったんですけど、その上にクリアオレンジ、クリアオレンジを拭いてから、また乾いてからね、軽くなんですけど、薄くなんですけど、クリアピンクを拭きました。はい。なら、こんな感じでね、キャンディーオレンジにも見えるし、肉眼ではね、まあ、なんて言うたらいいんですかね、ピンク。はい。なんか、キラキラをつけてるんじゃないですけど、普通のオレンジ、はい、には見えない状態です。まあ、画面上ではね、普通にオレンジですね。キャンディーオレンジとかには見えると思うんですけど、はい、こんな感じの色になってます。
はい、まあ、これ、まあ、足回りもね同じような感じの色にしてます。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、キャンディイエローの、まあ、実験ですね。実験してから、まあ、この懲役二郎のキャビンにも吹きましたんで、まあ、今回はこんな感じでやってみたいと思います。はい。まあ、これからね、次回になると思いますけど、キャビンの方の色分けですね。窓枠の方の色分けとか、まあ、ハザードですね。グリルをつけるとこの端々のとこですね。に、左右にハザードがありますので、そこも色分けしたりとかっていうのもしてみたいと思います。はい。まあ、今回はね、まあ、またね、これスプーンで、プラスチックのスプーンで実験もしてみましたんで、まあこれもね、こんな色になるんやっていうのもね、僕も分かりましたので、また次からね、こんな色を、出したかったらこういう風にね、下地が黒色で、シルバーで、でこのクリアイエローですね、クリアイエローを吹いたらこんな感じのゴールドっぽいような感じの色になるというのを、分かりましたので、またね、次こんな色をするんでしたら、この順番でやっていきたいかなと思います。はい。まあ、これもね、ちょっと、僕の資料の中に置いときますんでね。はい。まあ、こんな感じで、ミニデコの懲役二郎の、色分けとかも、順調に進んでいってます。はい。で、部品のね、まあ、シール貼ったり、まあ、部品をつける状態の、ままっていうか、その、進めていける状態になっていってますので、また次回ね、このキャビンとか乾いて色分けしたら、また部品つけていったりとかしてやってみたいと思います。はい。それではね、ちょっと長々と、まあ、この紹介ですね、やってみましたが、よかったらまた見てください。はい。それではね、次回の動画もよかったら見てください。はい。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。またお楽しみください。